さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はこれマックカフェ by バリスタ、これの新商品を購入しに来ました。こっちがストロベリー、ホワイトチョコレートストロベリーシリーズのフラッペと、こっちがアイス、今日ね発売なんですよ。で今行ってきたんですけど、なんかねお店の人がマニュアル見ながら作ってたので、ひょっとしたら初めて作ったのかもしれない。ストローがね、こんなストローがついております。こんなストローがついております。さ、先がちょっとスプーンみたいになっているストローがついています。で見てたらね、この中にストロベリーの果肉が入ってて、ストロベリーのなんかを入れて、牛乳を入れて、ホイップクリームを入れて、チョコレートをかけてたみたいな感じがした。と上にちょっとストロベリーのこれジャムみたいな、ジャムじゃない、こんなジャムじゃないよね、なんやソースじゃん、ソースをかけておりました。ちょっとソースからね、こんな感じです。普通の生クリームとホワイトチョコレート、あ、中に氷が入ってる。これそっちはあれやろ、フラペチーノやから、フラペチーノじゃなくてフラッペフラペチーノはフラペチーノじゃない、フラッペ。フラペチーノはなんか商標登録取ってあるよね、あれ。スタバの商品名やろ、フラペチーノ。商品名やろ、勝手なことばっかり言うと。これは、マックカフェバリスタの商品だけど、コーヒーが入ってない。ノンコーヒーって書いてあった。コーヒーが入ってない飲み物。コーヒーが入ってない飲み物っていうか、なんかいちごミルクの牛乳というか、いちごミルクの牛乳と似てる。いちごミルクや、いちごミルクの牛乳と似とるけど、あ、牛乳入れよってだ。そうだけん、このいちごのこの下のやつ、この濃いところを入れて、氷を入れて、牛乳を入れて、なんかマニュアルを見て考えながら、このホイップクリームの上にこれをかけて、ホワイトチョコレートをかけたっていう感じだった。初めて作ったんやか、今日発売 で今日はマクドナルドに併設してるマックカフェバリスタに来たんだけど、今ここの前は大渋滞、マック渋滞になっております。みんなこれ買いに来とるのかなと思って、これちょっと本当は蓋をこうカポッとはめてくれるらしいんだけど、写真を撮りたかったので、蓋をしないでくださいと言いたいがために、ドライブスルーじゃなくて店内まで行ったらすごい並んでて、これを買う人は一人もいなくって、普通のマクドナルドの商品を買ってました。これは私らはだけやったよね、うん、他の人は誰もいなくって、マックカフェバリスタの方はクローズになってて、マクドナルドがこっち側にあって、バリスタが奥側にあるんだけど、バリスタはクローズになってて、どうしたらよろしいんでしょうかって言ったら、マクドナルドの方で頼んでくださいって言われたので、マクドナルドで頼んでやっとゲットしました。これ前回はチョコレートのゴディバとマックが初めて協賛してというかコラボして作った、ゴディバマックチョコレートなんちゃらっていう、まあ、これによく似たのを買いに来て、ものすごく美味しかったので、今回もめっちゃ期待して来たのですが、この間のゴディバの方が美味しかったよね。うん、これも美味しい、うん、美味しいけど、ミルクチョコミルクじゃない、いちごミルクの味、それラテやけんじゃない。ラテやけん、この間の飲んだフラッペ、フラッペチーノじゃなくてフラッペ、ラテやけんやんか。普通のね、ミルク牛乳みたいな感じ、いちごミルク牛乳みたいな、オウム牛乳のとは違うけど、まあ、よく似た味っていう感じよ。今日は朝からね、コストコに行って、急いで切り上げて、ここにやってきたんですよ、一番近いマックカフェに。マックカフェってどこでもないから、この間のゴディバのこの飲み物を飲んだ時も、買いに行きたいって、マックに行きますとかっていうコメントいっぱいいただいたんですけど、これはマックカフェバリスタで、福岡にも何店舗かしかなくって、うちの近所にはないんですよ。だからうちから1時間弱車で行ったところまで来なきゃ買えない。マクドナルドはね、いっぱいあるので、マクドナルドもっとね、マックカフェを増やしてほしいんですけどね、なかなかないという代物です。
この容器もあのマックのじゃなくてマックカフェバリスタになってるからマックと違うけどどうなんだろう。でこの前ここの通りを通ったのでマクドナルドの中のマックカフェにドライブスルーでゴディバのを頼んでっていうか一回ゴディバのを飲んだので美味しかったのでまた来てみたらもう売り切れましたって言われて、じゃ あのカフェラテをくださいと言ったらマックカフェバリスタのにしますかマクドナルドのにしますかって聞かれたので、その差は何ですかって聞いたら、なんて言われたっけ、バリスタが入れたか入れたか入れてないかって言われたので、せっかく来たのでバリスタが入れたのにしてくださいって言って頼んだら、なんかねやっぱりちょっとね香りが違ってた、いい香りというか、こうあの飲んだ時に鼻にスッと抜けるコーヒーの香りがすごくいい感じがしましたから、やっぱり バリスタが入れるとちょっと違うのかもしれない、わざわざ飲みに込んでもいいかなと思うけど、まあ美味しいか美味しくないかと言われたら美味しいかな、ね、どうする、なんか詰まって出てこんじゃけん、なんかちょっと見して、詰まって出てこん、なんか下のいちご果肉みたいなのが、こんなふうにほら色が全然違うから詰まって出てこないんだ、あドロドロやもん、これサラサラ、氷の粒みたいなこれもほら普通の氷やもん、カラ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 普通の氷、これ溶かして飲むぐらいでちょうどいいかもしれない、甘くはないそんなに、あんなに生クリームと、まあ、ちょっと広告の品とはちょっと違う、こんなに生クリームとチョコレートが入ってるけどめっちゃ甘いのかなと思いきや、そこまで甘くないです。今日はマックカフェに来て新製品のホワイトチョコレートストロベリーシリーズ、これを飲んでみました。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたらグッドボタンやチャンネル登録コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。